今日は9時前に起きたんですけど、2時間ぐらい映すのかかっちゃいました。起きてから何をしてたかっていうと、全く手をつけてないものがあるっていうのが判明してやばいので、っていうのは高校の無機化学みたいなところ、まさか薬学部に入ってお会いするとは思ってなかったところなんです。で、高校の時に習った無機化学のなんかその検出法とかにプラスしてもっと反応が出てきてしまって、もうね、この辺授業聞いてもなんか全然わかんなくて、てか授業がね、わかりづらいってよくわかんない、だからあんま聞いてなくて、まあ、名前は聞いたことあるけど何なのかわかんないみたいな状態です、今で。ネットで検索したら語呂とかいっぱい出てきて、これは昨日の夜見つけたんですけど、ちょっと眠くて挫折したので、朝起きてから使えそうなものはその語呂のサイトを参考にしながら自分でまた語呂を作って書きました。今日のトゥードゥリストはこんな感じで書きました。試験法の書き込みっていうのが今やってるところですね。で、あとは法律系はもう結構自信あるんですけど、弱いところは本当弱くてよく分かってないっていうのはこの特部物理系のとこなので、ここも復習をしつつ、青門っていう国家試験のここももう2週ぐらい解いたので、あとはその2週解いてできなかったやつだけを復習しようと思ってます。あと勇気はね、毎日ちゃんとやることが大事なんで、勇気って言っても最近できてなかったので、これはちゃんとやりたいです今日。まああと明日のテストに向けてやるって感じですが、まあ、午後から明日のテスト勉強は始めようと思ってね、それまでは他の科目もちゃんとやろうと思ってます。これは前日の晩に仕込んでおいたコーヒーです。眠くてやる気が出なさそうなので、とりあえず飲みます。Spotify に運動する時用のプレイリストがたくさんあって、心拍数とかによってプレイリストが作られてたりするんですけど、ファストポップランとかいろいろあって、こういうのを勉強の時にも聞いたりします。あんまりうるさいと集中してちゃんとその考えて問題を解きたい時とかはちょっと邪魔になっちゃったりするんで、まあ TPO とか選ぶんですけど、周りがすごくガヤガヤしすぎてすごい集中力がなくなっちゃうとかって時はノイズキャンセリング使って声を流すと結構マイワールドにのめり込めるので、これは高校生ぐらいの時からずっと愛用してる音楽の選び方です。今回はこれを聞きました。見てわかる通り今は暗記をやってます。かなり苦手なので数をこなすっていうのを意識して何回も何回も繰り返してやってます。朝はそわそわしてるので、こんな感じで電気をつけるかどうかも何回も迷ってますね。で、次も暗記なんですけど、違う科目に移ってます。これはテスト直前になってやってないってことに気づいたもので、慌てて詰め込んで覚えてるとこです。
ちょっとピント合ってないんですけど、多分印刷物を用意してます。で、できたのがこれです。ピントが合ってなさすぎて何のプリントだか全然わからないんですけど、なんか暗記プリントを作ってたみたいです。で、早速もう疲れたのでベッドに入って勉強しようという魂胆です。クマのぬいぐるみがこうやって勉強机になってます。人の声を聞きながら勉強するとなんか安心して集中できる感じがあるので、いつもラジオを聞いて勉強することも多いです。ただ携帯をいじってるように見えるんですけど、これは多分サイトで語呂を見つけて暗記をしてるところだと思います。やっとぬいぐるみらしい扱いを受けることができたぬいぐるみです。ベッドから出たらこんなに空が晴れてて綺麗だなと思って多分撮ったんだと思います。なんとなくやる気が出たのでまた机に向かってます。なんかブツブツ独り言言いながらやってるんですけど、あまりにも集中してると独り言言ってるのを気づかないです。今からちょっと毒物と劇物のところの国史の過去問を全部解きます。ということで、やっと勉強に本腰が入って問題を解く気になったようです。iPad に国家試験の過去問を一時的にしまってたのでやりました。出来が微妙すぎる、めちゃめちゃ。これはまた後で復習します。一旦レジュメ見てよく復習して他のことに取り掛かります。 Give it up, give it up. I'm wearing you. また何かプリントを印刷するみたいです。ボケすぎてて全然わからなくて申し訳ないんですけど、私もわかりません。すごい文字が並んでるのが画面の左側にわかると思いますね。ピントが合ってるのはテスト期間の時に毎回お世話になってるエナジードリンクです。で、今印刷をしているのでその間に暗記をしているところです。時間がない時はこうやって些細な隙間時間を見つけてその時間で勉強するようにしてます。で、これは法律の試験で記述問題があるということで事前に用意した記述です。麻薬は医薬品として適正に使用すれば多くの癌患者さんの辛い疼痛を緩和できる有用な薬物ですが、左手で持ってるのが自分で書いた原稿みたいなもので、右はiPhone で録音アプリをダウンロードしてそれを使ってるところです。で、一回自分が書いたものを読んでみてどこが重要か分かったのでそこを一旦マーカー引いてます。で、テープをいっぱいちぎってさっき暗記してたものを壁に貼ってます。テスト期間中、私の机の周りの壁はこんな感じでメモ紙だらけです。とりあえず覚えたいなと思ったら紙に書いて貼っとく習性があります。ちょっと勉強疲れたなと思ってふと視線を外した時にまた情報が入ってくるので、それを何回もやってると
覚えられるっていう感じです。私は集中力が切れやすいので、その分壁を見て覚えられます。しばらく問題解けないと思うので、これを見ながら問題解いて暗記します。こっちは薬のステップみたいなのを出ます。多分またやる気がなくなりました。そういう時はこうやって他の学生の YouTube を見てます。でやる気が出ないので、それを聞きながら携帯をいじって、ようやくまたスタートすることができました。多分これは有機化学をやっているところだと思います。この科目は暗記が少なくていいんですが、その分何回も反復して問題を解かないといけないので、それがすごい辛いです。で本当に怠けているので、この日は UberEats でお寿司を頼みました。もうこんだけ頑張ってきたからいいでしょっていうことで、ご褒美も込めてご飯を食べながらまた勉強してます。で食べ終わったので、また有機化学の勉強を再開します。でさっき iPad に書き込んでいたものを印刷してホチキスしました。多分ご飯食べて眠いんだと思います。エナジードリンクを飲んでますね。でまた暗記に戻ります。でスキンケアをします。テスト期間の時はなぜかいつもより気合が入ってしまうのがこのスキンケアです。いつもはこんな丁寧にやってないので、勘違いしないでください。トゥードゥーリストを付け加えてます。でまたさっきの法律の記述問題の暗記です。何回も暗唱して覚えようと思って、本当にこの日はひたすらやってました。これは多分初めて原稿を見ずに暗唱してるところですね。全然言えなくてつっかえてます。何回も一時停止ボタンを押してるのが分かると思いますが、これだけ全然覚えてないってことですね。スラスラ言えるところはこんな感じで言えてます。だけど暗唱が本当に苦手なので、こんな感じで何回も頑張ってます。でパックを実はしていたので、ここで一旦剥がしてスキンケアを終えてコーヒーを入れてます。テスト期間にカフェインは欠かせません。今はこんな感じ。今から3時間 YouTube でライブやるので、そこで明日のテストの最終確認をしようと思います。多分大丈夫なんだけど、ちょっと弱いところを詰めて確実にしていこうかなって感じです。ここもまだ1回も解いてないので、そういうのも解いたり、あとは明日のテストがあるって言っても、明日以外の項目も反復しないとダメだったりするので、そういう一問一答とかを間に挟みながら過ごそうと思います。で
これが私が実際に配信していた Study with me の様子になります。今は自分で作ったプリントを使って暗記をしているところです。オレンジペンで書き込むと赤シート使った時に隠れるので、それを使って何回も繰り返し頑張ってるところです。自分がやってたことなのに今見ると本当に勝手に骨が折れそうな気持ちになります。で、一周終わったようなので今度は iPad に持ち替えて勉強してます。これは多分何か書き込んでるのかな。他のまとめノートも見ながら暗記というよりは理解する勉強をしてます。さっき3時間やるって言ってたんですけど、テストがもう近づいてるということで気が済まなくて結局3時間以上やりましたね。2時間半ぐらいやりました。で、今は打ち込んで覚えてました。効率なんで、なんかもう書くとかより直前は打って覚えてます。その数式とかもないので、なんかもうどこまでやればいいのか全然わかんないけど、なんか頭が働かなくなってきたので、とりあえず一旦お風呂に入ろうと思います。薬は薬品として、また法律の記述の暗記をしています。本当にまだやるのってぐらい何回もやってますね。椅子の上に体育座りをして勉強してます。携帯いじってるように見えてますが勉強してます。で、髪を乾かしてます。もうこんな時間です。最後もうちょっと頑張りたいので Study with me を探してます。 To do list はこんな感じです。5問やったけど不安なところがあるので、今から最終確認をしていこうと思います。テストの超直前はこの自分が作ったまとめノートが大活躍しますが、こんな感じで完全に勉強に飽きてます。歯磨きをする時ももちろん勉強です。多分もう3時か4時ぐらいだと思います。テストを受ける準備をするために筆箱の中身を全部出してテスト用の筆箱にしました。で、行きの電車で勉強できるようにプリントを印刷してます。なんか目覚ましアプリを見つけて、これは朝起きたら自分が設定したタスクを終わらせないとアラームが鳴り続けるという地獄のアプリなんですけど、絶対に寝坊できないと思ったのでこんな感じでセットしました。もう思考力がまるでないので計算問題を間違えています。見てればわかると思うんですけど、まともに数字も打てていませんね。どのアラームが一番心臓に悪いかここで吟味しております。ということで今回はかなり長くなってしまいましたが、この辺で Vlog を終わりにします。最後までご視聴してくださりありがとうございました。